さあ、七味唐辛子は香りと風味から風味と香りで味わいましょう。秘伝の香り七色でございます。さあ、7種類混ぜましょう。各地の名産物でございます。さあ、風味1番からね。さあ、需要薬用となっております7種類混ぜていきましょう。さあ、まずはこちら四国は讃岐の名産物からいきます。これ八つ房、こちら一つの幹から不思議にも数多く8つの房が出るという、これ八つ房のこちら木1本から辛口のナンバーワン、鷹の爪のこちら純物に紀州からはこれありだ、こちら新物のみかん、この尊い薬剤のみかん、こちら先祖代々漢方として使われました。また今現代においてはクミチンキアスピリンという尊い薬剤の原料から、東京は芝慈恵会医大病院におきまして、こちら学名は陳皮、また松葉のように細かく散る松葉型、こちら細かくちぎり散らしたところが松葉のように見えたところから、こちら松葉のりと名付けられました。江戸は東京です。大森名産物、味付けのり、その風味から松葉園、こちら青のりから、また金ごま、銀ごま、黒ごま、白ごまと数あるこちら4つの種類、こちら動脈硬化は血液循環、また胃には一定での消化を助けるという、埼玉県からは武州川越の名産物、こちら白ごまのすりごま。風味といえば香り、香りといえば風味、やはり七味に欠かせないのがこちら山椒の味と香り、これ誰が植えたか言わ山椒、色は黒いが味見やシャンセ、山椒三年目の薬と歌に歌われましたものからは東海道朝倉山の本山椒の粉山椒が入ります。また見た目は硬そうではありますが、噛んで香ばしいのがこちら日光名産物、こちらが麻の実、こちら息切れ、動悸、心臓のお薬、また人間の嫌な口臭、体液を消し止めるという野臭、栃木県日光名産物、これ麻の実が入りまして、最後こちら生の唐辛子、これをごまの油で焼いたものです。こちら生の唐辛子をごまの油で焼くことにより味、香り、また辛さにまろやかさが出ます。こちら信州からは長野県善光寺産名産物、焼いた焼き唐辛子から七色からの、これお目通り七味七色となっております。こう7種類から、さあ、これも各種各種の名産物、名産品十二分に混ぜて出来上がりました品物、こちら一般ご家庭大衆向けを辛さが中辛になります。まあ、江戸時代徳川三代将軍江戸家光公のご時世に誕生し、また明治から大正昭和平成この令和に至るまで、風味一番からは需要を薬用となっております。七色七味唐辛子、まあ、お客様に合わせて完全調合、自家製造直売となっております。さあ、七味唐辛子は香りと風味、風味から香りで味わいましょう。秘伝の香りでございます。風味一番からね。さあ、まあ、美味しく召し上がってください。さあ、これ中辛ね、これ一般ご家庭大衆向けを辛さが中辛、さあ、徳川三百有四年の伝統、秘伝の香りが中辛、さあ、風味一番から、さらに香りを加えます。海苔の香りを味わいましょう。特製、これにごま、うちの七味はこの山椒の香りが余計に入ります。風味一番から、さあ、中辛にはまずこちら一杯シングルから、こちらもごひいきご愛嬌でいきましょう。ダブルのサービス、最後これね、私の気持ちです。これが中辛になります。風味とね、香りで味わってください。自家製造直売となっております。さあ、朝晩のお味噌汁からおしんこをはじめ、鍋物、煮物からまたおうどん、おそば、何にかけても美味しく召し上がれます七味七色。さあ、甘い辛いはいかようにでも調合いたします。これがね、七色中辛になります。まあ、美味しくね、召し上がってください。まあ、需要薬用でございます。明けましておめでとうございますということで、いやー、2021年、いよいよスタートしましたけれども、去年は激辛47都道府県制覇ということで、やってきたんですけれども、まあ、今年はね、ちょっと食べる以外にもいろいろこうチャレンジしていきたいかなと思うんでね、せっかくだからね、ちょっとお正月っぽい、動画を撮っていきたいかなと思うんですけれども、今日ですね、私浅草の鳥の市に来ております。ちょっとね、冒頭動画流したと思うんですけど、あれはですね、ちょっと七味唐辛子のちょっと江戸時代から始まるちょっと七味唐辛子の工場売りというものでしてね、 YouTube の動画でもね、結構バズってるんでね、これ面白いということで、今回ちょっとアポを取らさせていただいてちょっとやってきました。はい、じゃあちょっとね、ちょっと見ていこうか。はい、これね、浅草の鳥の市さん、はい、こういろいろこう屋台があるんですけれども、ね、これサーティンね、これサーティンね、面白い、いろいろ屋台があるんですけれども、はい、あといろいろこう聞こえてくるんですよね。こんにちは。あ、どうも。七色香る本舗さんの、はい、親方さんです。はい、はい、どうも、はい。何を歌ってるんですかね、これは。まあ、これ売り工場って言って、売り工場、まあ、昔からこう、はい、伝わってる、まあ、この工場売りっていうのを売りにして、自分たちはこう、はい、売って説明をしながら、薬剤、まあ、何を
こうだとか、はいはいはい、ああだっていうのを説明をしながら売ってるっていう材料の説明をしたら、そうです、それを売り工場。なるほど、非常にこうリズミカルで楽しいですよね。で結構 YouTube とかでもすごいそうす、ね、もう何百万再生とかいってるんですよ。すごい人気で。えこれ色々材料は何なんですか。これちょっと材料まずこっちから、大体みんな、はい、みんなこっちから、こっち。これは生の唐辛子、これ粉末にしたもの、これよく一味唐辛子って言われてるのはこれです。はあ、確かに、はい、うまかったですね。そうです。でこっちがみかんの皮を乾燥させて粉末にしたチンピ。チンピ、これみかんの皮を粉末にしたやつです。でこれはやっぱ香り付け、こっから先は香り付けになります。これは青のり、これ見て分かる通りこれのりですね。でこれは白ごま、すったものですね、ごまを、はい、これは白ごまのすりごま。でこれ山椒です。これはよくうなぎなんかにかけるのはこれ山椒です。粉山椒ね。これはこれ麻の実って、これね実です。これね、すごい粒が、そうなんですよ。これは実、まあこっからここまでは風味と食感になります。これは生の唐辛子をこれごまの油でいった、これ焙煎した唐辛子、これは焼いた焼き唐辛子になります。ちょっと黒っぽくなるんですね。そう、これはよくラー油の底なんかに沈んでるのがこの品物になります。でこれを7種類こう均等に混ぜたものが、まあ、七味唐辛子、まあ、中辛、まあ、大辛になるとこの唐辛子が余計に入ってきて大辛、そういう風に作る。それをこれも説明しながらこの七味唐辛子を売るということで。そうでこれ見てください、これ結構ねこの辛さも調節できるみたいですね。そうですね、これフードジョロキア、これ過去にギネス登録されたフードジョロキア、はい、はい、これハバネロ、ハバネロ、これは何ですか。これは香菜唐辛子、中国の唐辛子ですね。いろいろこうじゃあニンニクとかもこう混ぜれたり、いろいろこうカスタムもできるみたいですね。そう、それもできます。はい、要はもう七味唐辛子のオーダーメイドですよね。そうです、まあ、そういうことですよ。で僕ちょっとこの撮影前にね食べたんですけど、七味唐辛子買ったんですけども、めちゃくちゃ美味しいですか。ありがとうございます。香りが違いますよね。そこら辺の七味唐辛子とわけが違う。一番人気メニューって何になるんですかね。まあ多分まあ一般ご家庭向けの辛さというのはこう均等に混ぜた中辛、はい、中辛、それその次はまあ大辛ぐらいですよね。まああとは今なんか変わり種したこう柚子とかニンニクが今はまあ入ったものが、なるほど、お客様の好みに合わせて完全調合という、そういうことです。なるほど、これはすごいな。これちょっと親方にお願いして、俺もできないかな。これできないでしょ。いや、いけるでしょ。大丈夫。言うだけ、とりあえず言うだけ、言ってみていいんじゃない。できる、ワンチャンいける。分かんないけど、ちょっと、うん、あ、すいません。はい、はい、親方の、はい、これ、はい、僕もやりたいなと思って、はい、ぜひちょっと弟子入りさせていただけないですかね。できるかね本当ですか、はい、いや、ちょっと考えてまして、その例えばこのライブ配信で、はい、まあ、僕の視聴者さん結構辛いもの好きも多いんで、まあ、ちょっと親方のもとで僕がちょっと修行させていただいて、はい、まあ、完全にちょっとできるようにさせていただいて、はい、視聴者さんから注文をいただいて、はい、でそれを僕が、さっきの親方みたいにこう視聴者さん向け作るという、はい、ちょっとイベント、プチイベントみたいなのができますか。いや、それはじゃあお手伝いしましょう。特別、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 ありがとうございます。ジョニーさんのために、あ、特別で、特別で、ありがとうございます。さあ、そういうことで決まったんで、ちょっと親方のもとでちょっと練習しながら、ちょっと日付はちょっと後日になると思うんですけども、概要欄にもろもろ説明してますんで、ちょっとそちらの方見ていただければと思います。はい、いや、楽しみです。じゃあちょっとよろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、特訓、特訓、はい、はい、日々特訓、日々特訓よろしくお願いします。はい、決まったんで、じゃあちょっと早速なんですけれども、ちょっと特別に練習させていただくことになったんで、ちょっと僕もね、言葉は一応言葉はちょっと練習してきたんですけども、じゃあすみません、よろしくお願いします。